はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。今回はね、お知らせに来ましたね。7周年ね、超ニャンボが来ました。まあ去年6周年イベントあって、今年はね7周年イベント、あれ7周年コインってなんか回さなかったっけ。あ、プニプニか。はい、まあでも超ニャンボね、ケータキュンがいて、 ZZZ もねたくさんいて、ブラックキャットとか土蜘蛛じゃねえ鬼蜘蛛か、うん、まあ、やっていきましょう。10連で毎回 Z 以上1体確定。ケータキュンが最近ね妖怪になりますね。4マジンイベントになってるけどね。必殺技プニを消すたびにダメージアップか。スキルはデカプニ降ってくる、いいね。で自身のデカプニを消すと自分以外の技ゲージたまる。まあ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 、ケータキュンはあのケータロットに次いで、そうだね、ケータロットとこの前の4マジンと、うん、勇ましかなんか王族になってますね。プニ覚醒ケータって必殺技があるっぽいですけど、はい、期間短いね。であとこれが終わったら年末ニャンボになるのかな。年末年始ニャンボね。はい、出現する SSS 以上はレベルマックスで仲間になる。最近レベルマックス系がありますよね。はい、いきましょう。最近ね ZZZ が 1.2% なので結構ワンチャン確率がありますかね。私も2回当たったことありますね。このアカウントでないけど、なんとか覚醒竜太と、はい、剣王が欲しいね。剣王が結構いいので、うん、で ZZ もいいやつですね。あ、そうか、ノア、これタップでデカ、あ違う、攻撃力アップだっけ。はい、ケータロット、あそうか、ケータロットも2体いるの か、 だか最近ケータキュン3体もいるんだね。今年だけで4体目か。へえー、だいぶあれになりましたね。で Z もねかなり、なんつうんですかね、レジェンド、超ガシャっていうか昔のニャンボ妖怪ですね。はい、この前ラストギロコも当たったんでちょっとね期待しております。普通に当てたのは闇リンネだけかな。だからね無課金でもね結構当たってますね。でバンバラヤがいて、まあもうバンバラヤ使わないけどね、精霊バンバラヤ。まあクリスタル妖怪もいるんで、あと今回ね極土の子いるんで、サブアカはねちょっと極土の子当たってくれたら嬉しいなっていう感じですね。はい、じゃあ行きましょう。いつものね、ミッションでこのね、全てクリアしたんで、いい、まあ Y ポイントもらえるからいいか。はい、で1個と、それで何枚あるんだろう、これで4枚か。で多分ね、あのなんだっけ、こっちの全クリアしてあるんで、これでね1枚ありますね。これでいけますね。はい、5枚かける3赤やるんで15連やれると多分思うんでやりたいと思います。一応ね気合でアキレウス横取りしないで貯めたんですけど、こんなにかかっちゃいました。今スキルねやってるんですけど、ちょっと妖怪三国志やってるんでちょっとこっちは余すんじゃないかな。まあまだね日程あるんで201回だから過去最高に進んでるんですけど、はい、行きましょう。超ニャンボ、あれ、あこっちではないのか、普通にこっちから回すんだな。これか。はい、じゃあこれでいきます。15連いやー、まあ、とにかく持ってないのが ZZZ が今まで2回ニャンボでね無料で出たことあるんですが、両方ともね八頭身ウィスパーなんで、ブルポン君、これはブルームーンのブルポン君、何だったっけ最後、あブルポン君、この後ブルポン君なのか。妖怪学園、この前ねあの映画 YouTube で放送されてましたね。さあ、おお、ダンドリーいいね。ただ限界突破してないんだよね。サボってる。いまだにダンドリー使うからな。さあ3枚目、
まあメイン赤はねどっちでもいいから、とにかくサブ赤で出てほしいな。極土の子出てほしいな今回は。おお、プラチナさん、これはもちろん限界、あ、限界突破じゃないんだ、サボってる。さあおばちゃんが出てきて4枚目。これも一応ね八頭身ウィスパーなんでね、 ZZZ 出ても。おお、プニプニ工場長、なんか攻撃力アップが続きますね。よいしょ、ラスト全部 SS か。最後ぐらい頼むぜ。でも ZZZ1.2% だからね、マジでね、1年に今年は、あ、そうだ、カイラも当たったから、そうだ、今年は3回だ、カイラ、あのお正月カイラもね当たったからね。はい、ちょっと明夜化は残念ですがこんな感じです。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。明夜化は封印クリアしたいな。まだね横取りもしてないんだよね横取りチケット後半集まんないね。はい、あと4枚、あと3枚ドロップ必要なのかな。はい、そんな感じです。じゃあ2番目のアカウントいきます。はい、これ2番目のアカウントで、まあ割と進んでる方かな、いつもより。56回も優勝してます。横取りチケット5枚で1枚使ってお宝ね、秋です。こっちはねお宝横取りしちゃいましたって感じですね。はい、このアカウントサポーカーなんで、まあスキルまでいけばいいかなって受け取ってやっていきましょう。一応このアカウントは今年、あれガオーカイラ今年だよね、今年だよね、ガオーカイラ。あとこのリュータとね、あれこのリュータは3番目のアカウントかな。まああとねガオーカイラ来ましたね、 ZZZ ね。はい、行きましょう。こっちだった、あー、ちげえ、ごめん、ミッションの方受け取ってなかった。OK、 さあ今年は でもやっぱり極オロチ欲しいな。あ、極土の子だ、ごめん、あれさっきも極オロチって言っちゃったかな、極土の子です、ごめん、極土の子。まあでも極妖怪ゲットできるとすごいありがたいな。おお、カイラ、この前合成しちゃったから、あ、違うな、初ゲットっぽいな。さあ SS ばっかだよ、頼むよ。おお、クジラマン、映画、こっちの映画も見たいね。これ確かあれだよね、このなんか唾ペッて吐くとなんかサバになっちゃうんじゃなかったっけなんかあの相方の澤部の相方の岩井さんがサバになってなかったっけクジラにあんなやつだね。おお、ジェントルメン犬、これはまあ、SS でもいい方ですね。なんか SS ばっかりだぞ。でもあれね、浜辺美波ちゃんがね出てたんだよね、バレリーナ役でね、すんげえ下手くそなバレリーナだったよな、あの映画の。あー、コアラニャン、ちょうど出たコアラニャン出て、あの幅目、浜辺美波ちゃん絶対運動神経良くないよね、すごいね、あの美少女の役やってましたよね。結構ね、だって夏目はあれでしょ、あの九州のあの女の子でしょ。お、エンマが出てカイラが出たんで、なんか合成してやりたい気分ですね。あ、このエンマじゃないか。はい、という感じで残念でした。なんか SS しか出ないな。まあ今年はね ZZZ、 これリュータはこれは自力かな。はい、じゃあ3番目いきましょう。うん、2番メイン赤より ZZZ 多いねはい、これ3番目のアカウントで、これはね
あんまり進んでない20回で横取りチケット、あ、そういえばドロップしてないかも。これ必殺だな。これもできたらスキルまでは終わらしたいな。まあでもね、必殺の秘伝書集まるかな。さあちょっとあっちはもう受け取っちゃって、こっちもね5枚回せると思います、ちゃんとやってれば。あー、いけるね。さあ行きましょう。なんか今回 SS しか出ねえけど、こういう時にミラクル起きてほしいね。まあね。おお、スピーチ姫。これが妖怪三国志では超強力妖怪で、スーパーレジェンド妖怪になっちゃいましたね。さあ11連目じゃねえ、12連目か。極土の子、あ、出ました。 ZZZ 来た。蛇王銀昇輪廻持ってるこれ。あ、持ってないのか。あ、持ってなかった。来たー。やっぱ 1.2% ってすごいわ。無課金で蛇王銀昇輪廻ゲットしました。やっぱり、やっぱり ZZZ 来たね。なんかね、ちょっと予感はありましたけど、今年はニャンボで、そうですね、やっぱ 1.2% だから100回よりもっとあれでもね。おお、雷光武士ニャン、これは嬉しいね。もう雷光武士ニャン使った攻略ってやってないのかな。昔はなんか雷光武士ニャン使ってね、特攻なし攻略してる人羨ましいなと思って見てたんですけど、これも嬉しいな。いや、これもなんか歴史的妖怪ですよね、あの下にずらーっと並ぶやつ。嬉しい。これであと極土の子出てくれたら最高なんだけど、なんか今までの2アカウント何だったのっていうぐらい。うん、まあでもね、無料1ヶ月にね2個無料の超ガシャコインゲットできるんで、ダークネスってほんとモブキャラだったのに、プニプニではかなり強力キャラになっちゃったな。うん、だから年間24枚で、あとはミッションでもらえるから、多分無課金で年間1アカウント30枚ぐらい引いてると思うんだよね。 30×3 90連ぐらいしてるんだけど、まあやっぱそこそこ。おお、袋でっかい。これはね、あの神魔合流拳じゃなくて、なんだっけ、あの不動明王のね剣を持っちゃったら邪神化しちゃったやつですね。はい、ということで一応輪廻軽く見て終わりにしましょう。そう、龍太がね、私前出たんすよ、このアカウントはね、ニャンボなんで。はい、非常に良かったですね。ケータキュンはちょっと出ませんでしたが、はい、リンネが出てくれて、この3番目のアカウントは ZZZ が一番多いですね。結局弱いアカウントの方が年間通して分かったんですけど、やっぱり出やすいなっていうね。このオーズ TC も出てるし、うん、ちょっと恵まれたなっていう感じですかね。ただこのリンネあんまり使わねえよな。はい、でもまあ嬉しいですね。はい、今回も ZZZ で無課金でね出ました。皆さんどうだったですかね。よろしければ一番良かったやつコメントで教えてください。極土の子は出ませんでしたね。でも極妖怪ね出てくれたら、このね、いつも言ってますけど、この辺のカチカチとかね、クリスタル妖怪とかね、サバーカとか全然持ってないので。極妖怪サバーカゼロだよね。だ、本当は1体でも出てくれたら嬉しいかなと思ったんですけど、まあまあまあ、また次回頑張りたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。次は年末ジャンプかな。珍しいよね、土曜日にいつもニャンボ来るんでね、金曜日のニャンボ珍しいんですけど。はい、こんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。 ZZZ と Z が出ました。